まあ、獲得単価を下げつつコンバージョン数を、まあ、倍ほどにまで増加させることができたっていう事例になります。こんにちは、グラッドキューブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブ広告代理店社員によるウェブ広告や SNS 広告を学べるチャンネルです。初めての方にも分かりやすく基礎から解説しています。毎日のお仕事やスキルアップに役立つ情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をして見逃されないようにしてくださいね。今回はコンバージョン数が約2倍に改善したサイト解析改善ツールを活用したリスティング広告の成功事例についてご紹介していきます。はい、実際の弊社の実績ということですね。はい、そうですね。リスティング広告だけではなくってサイト解析と改善ツールを活用したことによってでコンバージョン数が上がったということなんですけど、まあ、それをどうやってやったのかっていうところをご紹介していければと思いますので、ぜひご覧ください。今回の事例でご紹介させていただきますお客様はウェブ上で人材派遣紹介サービスを展開されていまして、広告の目的としては求人サイトへの集客となります。また配信されていらっしゃる媒体は Google 広告になります。でこのお客様なのですが、もともと当社で運用代行をご依頼される前は他社様に運用代行をご依頼されていらっしゃったということで、広告アカウント上のコンバージョンが少なく、また獲得単価が高いという課題を抱えておりました。またサイト上では広告のリンク先 URL と求人申し込みフォームでの離脱率が高いことも課題として挙げられていました。そこで当社に運用代行をご依頼いただき、過去の配信データをもとに広告配信の最適化と、当社開発のウェブサイトの解析改善のためのツールサイテストを活用した施策を実施し、コンバージョン増加と獲得単価の低下を目指してきました。ここからは広告側での改善施策とサイト側での改善施策をご紹介いたします。まず前の代理店様で配信してらっしゃった時の構成ですね、キャンペーンの内容であったりとか広告グループとかどうなってたのかというと、結構細かく分けてらっしゃったっていう、細分化されている状態だったということですね。でそうなってしまうと配信データがそのキャンペーンとか広告グループ単位でかなり分散してしまうっていう課題があって、これが Google の推奨するアカウント設計からは外れていたものだったということです。結構細分化とかってしがちですよね。なんか細分化した方がいいような気がしてしまって結構細かく分けてしまうみたいな、もうキャンペーン広告グループキーワード広告みたいな、もう一個ずつ全部設定するみたいなね、そういう細かくやっていった方がいいっていう言われてた時もまああったんですけど、まあ、配信のデータが分散してしまうことで、まあ、分析 Google の機械学習が分析するための数字の母数が減ってしまうので、そうすると、まあ、どういう広告の配信がベストなのかっていうところの、まあ、算出とか判断が難しくなってしまうと、なので配信調整とかもかなり複雑になってしまうっていう課題があります。でまあ、そういう課題がお客様のアカウントであったので、まあ、グラッドキューブでは五輪を意識したアカウント設計というのをご提案したということです。で、まあ、五輪って何ですかっていうところですよね。なんかオリンピックみたいな名前なんですけれど急に出てきましたね、五輪、五輪、五輪っていうのはですね、まあ、英語なんですけど、まあ、Google が推奨するアカウント設計の一つと言われています。で広告を適切なユーザーに適切なタイミングで、まあタイムリーに配信することをコンセプトとしたものになってます。でその五輪っていうのがユーザーの検索行動が今複雑化しているという中で、ユーザーの行動とかセグメントに紐づくさまざまなシグナルをアカウントに返してあげるっていうことで、機械学習をさらに早くより効率的に学習が進むように広告配信のパフォーマンスも向上させていきましょうという Google の方針みたいなものです。今回の案件では主に3つのポイントを重視して設計を行いました。まず1つ目ですね、広告グループの集約ということで、データを集約して分散させない、1箇所に集めるということです。で2つ目が RLSA と言いまして、これもなんだよっていう感じなんですけど、検索リマーケティングと言いまして、過去サイトに訪れたことがあるユーザーへの
配信をより強化できるっていうシステムがあるんですけど、それを行って、一度ホームページ見た方に対してはよりこう上位表示されるように設定を行うということで、制約率を上げていくというポイントを実施しました。で、3つ目が広告表示オプションの設定ですね。これも基本的な内容なんですけど、意外とできてないお客様とかもいらっしゃいます。で、これを行うことによってクリック率っていうのがかなり上がりますので、よく言われるのがその広告の視認範囲が広がるってことで、よりこうクリックしてくれやすくなるというところで、この3つを主には改善したということですね。で、そのアカウントの設計を行った後ですね、実際の運用のポイントでどういうところを心がけたかというと、これも3つありまして、で、1つ目が広告カスタマイザーとかキーワード単位の最終リンク先 URL の設定です。キャンペーンとグループをたくさん作らないっていうことは、キーワードごととか、広告グループごとになんか細かく細かく設定ができなくなってしまうっていうことでもあるんですけれども、その課題を解決する方法としてカスタマイザーっていうものが Google さんの方でご用意していただいてますと。ちょっと設定が難しいというか、ちょっと煩雑ですよね。ちょっとね、ちょっとここら辺が難しいというか、めんどくさいかな、みたいな。です。そういう時はですね、ぜひ、めんどくさい時は、こっちにお問い合わせいただければと思います。です。私たちが設定は全然やりますという。そうですね。ことですね。ゴリゴリやります。ゴリゴリやります。データフィードっていうちょっとややこしいデータをですね、まず作って、で、広告でもまたそのデータフィードを引っ張ってくるための設定を行ってっていう、何言ってるか分かんない方はお問い合わせくださいっていう感じです。で、2つ目が検索クエリの追加と、あるいは関係ないキーワードの除外っていうところを徹底します。これも結構基本的なところではあるんですけど、できてるのとできてないのでは雲泥の差だというところなので、もう私たち毎日パソコンの前にいるので、もうずっとあれですね、キーワードとかチェックできますもんね。あれですね、重箱の隅をつつくようなこのこういうやつですね。そうですね、微妙にいらないキーワードとか入ってきたらすぐ除外するっていう、そういう地味な作業をしております、で、3つ目が AdWords スクリプトによる、コンバージョンされた検索クエリの自動追加といいまして、そのいろんなキーワードで検索されてコンバージョンが行われるわけなんですけど、そのいちいちその派生したキーワードを追加するっていう作業が結構工数かかったりするので、それをより効率化して、自社のシステムではないんですけど Google スクリプトを使って効率的に行ってますよということ。で、そんな困難でいろいろ設定を行って調整を行った配信結果としては、獲得単価を 7% 改善して、一方でコンバージョン数を 81% アップすることができたと。素晴らしい成果が出た。 81% ってなかなかすごいですよね。ほぼ2倍って言っててもいいかなっていう感じで、なかなかね、獲得単価を下げていくっていう目的ですと、どうしてもコンバージョン数って尻すぼみになってしまったりっていうのはよく起こりがちなんですけど、獲得単価を下げつつコンバージョン数を倍ほどにまで増加させることができたっていう事例になります。で、続いて動的リマーケティングを実施いたしました。動的リマーケティングというのは、従来のようなサイトに訪れたユーザーに対して広告を配信する、いわゆる通常のリマーケティングなんですけど、そこから一歩進みまして、ユーザーが過去にサイトで閲覧した商品やサービスに合わせて広告を表示することができるリマーケティングになります。で、本案件ではユーザーの求める求人情報を直接提供させるため、標準リマーケティングと併用してこの動的リマーケティングを実施いたしました。ユーザーの閲覧情報に基づいて求人詳細ページに直接遷移を行うというものを実施しています。この結果として、検索広告のクリック率は 169% アップしまして、コンバージョン率は 55% アップそして獲得単価は 66% 改善することができました。すごい、これすごいですねさらに良くなったんですね。めちゃくちゃすごいですね。なかなかここまでね、反応が良いっていうのもすごいですよね。
で、また今までお話ししたのが Google 広告側で行った改善っていうところなんですけれど、まあ、広告だけではですね、どうしてもまあお客様のもともとあったお悩みっていうところ、まあ、離脱率っていうところもありましたので、まあ、解決できないものもございます。まあ、そこで当社の提供させていただいてますサイト解析改善のためツールサイテストというものがございまして、こちらでウェブサイトのアクセス解析を行い、アクセスの集中している求人詳細ページと申し込みフォームをヒートマップで解析いたしました。で、ヒートマップというのはサイト上でユーザーがどこをよく見ているのかっていうのを、まあ、可視化できるものですね。よく見られているところは赤く、まあ、暖色系に染まりまして、あまり見られてない、読み飛ばされているようなところは青く寒色系に、まあ、なってます。サーモグラフィーのようなものですね。で、これで実施したこととしては主に2つです。求人詳細サイトの改善でございまして、求人詳細ページの分析を行って、モバイルデバイスからのコンバージョンが全体の 80% を占めている。そして求人詳細ページの全ページビューの 75% を占めていたため、そこでサイテストのヒートマップ解析から5つの変更を行いまして、モバイルデバイスでのサイトの見やすさを向上させました。5つというのが、文字の大きさ、太さの調整、デザインの色の種類を減らすこと、写真過去イラストの追加、応募ボタンのデザイン変更、電話タップボタンの記述内容の変更、また申し込みフォームの方の改善施策なのですが、申し込みフォームに到達したユーザーの 85% が離脱してしまうという課題がもともとありまして、コンバージョンの増加のために、今からお伝えする施策を行いました。フォームの項目数の削減、必須項目の背景色の変更、読み仮名の自動入力機能の実装、ホームページからのリンクやナビゲーションの削除、離脱防止のポップアップ表示、現状のフローステップ表示で、まあ、こうしたフォームの改善を実施させていただいた結果なんですけれど、フォームの遷移率が 40% 向上いたしまして、離脱率が 12% 低減しまして改善するに至りました。またフォームからサンクスページへの到達率は 30% 上昇するという結果になりました。素晴らしく改善しましたね。そうですね、もう改善しまくりですね課題点が多くあったとしても、しっかりそれを洗い出して一つずつ見つけ出していくっていうことは大事ですね。そうですね、まあ、ここで言えることとしては、まあ、広告での改善っていうところもいろいろと実施できるものってありまして、ただ広告だけじゃ改善しきれない部分ってどうしてもあるんですね。それはまあサイト内のユーザーコードで、まあ、サイト内に問題がある場合ってやっぱり広告だけではどうにもならないところってあるんです。それをしっかりとヒートマップ解析でどういったところに問題点が潜んでいるのかっていうのを確認して、それに対して改善施策を実施していく。これでまあ広告側からとサイトの改善側からで、まあ、相乗的にコンバージョン数の向上であったり、獲得率の向上、獲得単価の改善っていうところが行えますね。サイテストについては当社が開発させていただいております解析改善のための、ツールで、ヒートマップの機能と、あと簡単に AB テストができるという AB テストの機能と、 EFO エントリーフォームの最適化の機能が備わったオールインワンツールですので、ぜひ気になる方はサイテストを申し込んでみてください。1ヶ月無料でお使いいただけます。このチャンネルでは私たち現役の広告代理店社員がウェブ広告に役立つ知識を配信しています。ぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローとコメントもよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料アカウント診断も行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えします。チャンネル登録がまだの方は
こちらからご登録お願いいたします。